どうもこんにちは、もやです。本日は動画のコメント欄でいただいてたリリースポイントについて話していきたいなと思っております。リリースポイントとはダーツを構えて離すポイント、この瞬間、離す瞬間のことなんですけど、ぶっちゃけこれに関しては力の加え方とか人それぞれなので、どういう練習方法かっていうのはもう人それぞれになっちゃうんで、一概にこうやってやればいいっていうのは無責任かなと思いまして、じゃあ何についてやるかというと、リリースの仕方ですね。多分ダーツやってる人だったら誰しもが通ると思うんですけど、指が引っかかるという現象、もう人差し指だったり中指だったり、中指はあんまないかな、薬指と人差し指ってすんごい引っかかると思うんですけど、それを引っかからずに綺麗に投げるための練習方法となります。なのでリリースポイントっていうよりはリリースの仕方、フォロースルーみたいな、綺麗にフォロースルーをしたい、手離れを綺麗にしたいための練習方法となります。その方法がなんですけど、まずダーツを、まあ、真ん中を狙うんですけど、ダーツを真ん中に構えます。構えてこの瞬間って多分手がぼやけていて的がはっきりと見えてる状態、要は一眼レンズでカメラ写真を撮るときに的は綺麗に写ってるけど手がぼやけてるみたいな状況になると思うんですけど、その状態を手のひらを見た状態で構える。まず的を見るんですけど、まず真ん中を見て構えます。でその後に手のひらを見る。そうすると一眼レンズでいうところの手のひらがはっきり見えて的がぼやけてる状態になるんですけど、まずブルを見て、ブルを狙って構えて、その後手のひらを見ながら投げるとすごく綺麗に気持ちよく投げれます。ブルに向かって構える、手のひらを見る、離す、ブルに向かって狙う、手のひら見る、離す。そうするとものすごく指が引っかかることなくダーツが投げれるようになるので、それが正しいリリースの仕方になってきます。なのでそれでまずこう練習して手のひらを見て投げて、あ、こういう風に投げてるんだっていう風に自分で認識した後に的を狙う。あのプレイヤーによっては手のひらを見て狙う人もいるんです。そういうぐらいこのリリースすんなりとダーツを送り出してあげるっていう方法が大事になってきます。なので指が引っかかって悩んでるとか、なんかすごい気持ちよくダーツが離れていかないとかいう人は、ぜひ、この練習方法やってみてください。的を見て、的を狙って手のひらを見る、的を狙って手のひら見て投げる、的を見て手のひらを見て投げるですね。そうすると綺麗にダーツが飛ばせる、気持ちよくダーツが投げれると思います。はい、ということでリリースの仕方についての動画となりました。もしもですね、少しでも参考になったら嬉しいです。はい、ご視聴いただきありがとうございました。またのご視聴よろしくお願いします。それではバイバイ。「おごりが出ればみんなで叩く」